まだそのネギとかの辺でも井上尚弥がなんか苦戦するイメージあんま分かんないですね。だフルトン戦でそれがよりこう明確に思えるようになりました、ね、あんまこう苦戦する相手いないんじゃないか、うん、僕はネギとカシメロやればいいと思いますけど、あそっちの方が見たいです、うん、勝ったことやったらいいじゃん。そうそうそう、ね、そうっすよね。だけど井上選手とは不敗の誰か見てみたいな。なんかすげー難しいの。じゃあ結構絞られますよ、それこそフェザーに上げたらね、ラミレスとかって。ラミレスも負けてますから。でもラミレス負けてるんですよ。あ、そうなんだ。はい、はい、デビュー戦で負けてるのかな。グッドマンとかしないね。あ、サム・グッドマンですね、はい、あれが上位ですね。